はい、ゆうのエアさん、カブさん、11日からですね、お盆休みに入る人も多いみたいですよ。でも台風が日本に向かってきてますね。お盆といえば盆踊りですね。日本でいうお盆みたいなものはベルギーにもあるんですか？カブさん、海で楽しんだみたいでよかったですね。ぶどうが美味しそうでしたね。あれは食べるんですか？うん。ちょっとね、食べてみたらね、甘酸っぱかったですね。うん。お盆みたいなものっていうのは、まあ、ちょっとわかんない。クリスマスとかが少し似てる感じがあるんでしょうかね。なんかそんな気もしますけどね。うん。ズキムさんどうもです。カブくん、面白いタコですね。くるくる回るタコって私は初めて見ました。気分だけ回ってみたよ。金沢に、近い海岸で大きなタコ揚げ大会がありますが、10段ですよね。くらいの大きなタコが揚げられています。こんなくるくる回るタコがあれば人気になるだろうな。多分なると思うんですよ。チャンスですよ。これ、やった方がいいですよ。そのために僕は紹介しました。いや、これね、運営見てたら、ベルギー発祥って言ってほしいですね。うん。まあ、いっか。うん。今ならチャンスです。ゆうのやさん、かぶさん、8月11日は山の日で祝日ですよ。かぶさんは山によく行ってるみたいなんで、びっくりですね。うん。山歩きとか、自然散歩はいいですね。山といえば、お墓周りですね。なるほど。お墓に行くときくらいしか山に行かないです。そうなんですね。カブさん、ミヤマクワガタ見つけたといいですね。山というとお墓参りなんですね。逆に山っていうと、あんまり、でも山にお墓のある家庭は多分そうなるんですかね。なるほど。僕は山といえば、山だなと、ちょっといろいろね、うん、登山とか、まあ登山あんまりね、しないんですけどね。うん。まあ、自然観察かなと。うん。はい、天丸様よろしくお願いします。こんにちは。コメントが反映しない携帯電話は気になり調べたんですが、丸一 YouTube の設定の制限モードにしている、頻繁に絵文字を使う、これは大丈夫かな？うん。コメントに低評価、通報が集まると自動的にスパムと、判定されて、コメントが表示されなくなるとありました。私は参加濃厚だと思います。以前、カブさんが、うのすればマイナスがたくさんつくと言っていたので、愉快犯、気に入らない、嫌いな方々がいるんでしょうね。どうでしょうかね。確かにね、以前はね、多かったんです。ただ、最近は、バットボタンをつけるのも表示されなかったんで、どんぐらいの方がバットしてるのかちょっとよくわかんないんですよ。ただ、まあ、YouTube のシステムで反映されるんでしょうかね。ちょっとよくわかんないんですけどね。サラカレさん、こんばんは。今日も終日晴れでした。本日8月10日はスヌーピーの日です。なるほど。スヌーピーの、誕生日から制定されました。最高気温は32度でした。ってことは今日スヌーピーの誕生日なんですね。マリニンさん、カブくん、10日台風の影響を考えて、沼津にお墓参りに行ってきました。私の運転で往復140キロ走って帰りました。息子と一緒に行ったけど、彼は運転したいし、免許を持っていないから、ミュージック担当なのよ、いつも。音楽の趣味はラルカンセル、ローリングストーンズあたりは一緒だし、青春でしょうかね、キオハルですかね、キオハルってのかな。デッドエンドや、ハイドスローも好きだから運転中楽しかったよ。あとは、12日に迎え火をしてですね、静岡市の家に、仏様をに招お招きをしますよ。そしたら、13日は新横浜でワンピースオンアイスに行くのよ。それからマリンちゃんと私は、誕生日は一緒だけど、三原舞ちゃんと木原龍一くんは1日違いの8月22日ですよ。そうなんですね。はい、ということですね。今日そういえば、ワンピースの、後でこれ言いますね。言うも何もないんですけどね。今日やばいですよ。ゆうなやさん、かぶさん、くるくる回るのが好きなんですね。くるくるといえば、風車もありますね。オランダの風車は絵本みたいで、かわいいですね。あとは、回転寿司もくるくるですね。かぶさんは、自分でもくるくる回っているからいいですね。そういえば、地球も回ってます。確かに。しかも、かなり早く回っているらしいのに、わかんないのが不思議ですね。あと、恐山に行くと、たくさん風車が見られるらしいですよ。前に何かで見ましたよ。かぶさん、恐山行ってみたいですか。でもなんかね、恐山のくるくる回る風車ってなんか霊的なものを感じてしまうんですよ、僕。だからなんかね、なんかちょっと嫌だなってちょっと思っちゃうんですよね。怖いというか、なんかそういった霊気を感じてしまうんですよね。なんか山にたくさん風車があるっていうのはちょっとあれかな、
なんかね、怖いなってちょっと思ったんですよ。サラカヤさん、鉄道イベントで解体予定の車両に、落書きができるイベントがあるときには、鉄道会社側で落書きに使用するクレヨンなども、準備されていて、それを使用することになりますね。引退した車両を使うことになるため、書かれた内容で多いのは、やはり今までお疲れ様などが多いです。それにしても、ベルギーの国鉄の車両の、落書きはかなり派手な感じがしました。それと、落書き列車に関する解説ありがとうございます。日本の対応は世界的に見るとかなり厳しめの対応で、ここまで徹底的に落書き事案に対処するのは逆にレアなんですね。日本がここまで厳しい理由について考えてみましたが、日本のテスト会社によって車体はラッピングを施したあったりとか、都市部の路線では、車体報告を展開することもあったりと、落書きがあると、景観の問題だけにとどまらず、存在そのものが、邪魔になるというものもあるのではないかと思います。それと日本は基本的に、鉄道車両の、整備の、塗装の面を含めて徹底的に美しく仕上げる方針であることが多いため、景観や、見た目には厳しい日本ではいかがわしい落書きは絶対にあってはならないということで、もし被害に遭ったら、治安悪化防止の観点からもすぐに消すという意識が徹底しているというのもあるのかもしれません。もし日本において落書きを消さずに、そのまま走行したら、乗客から、鉄道会社に厳しいクレームが来る可能性が高そうです。でも日本の文化の場合は、ちょっとちゃんと、やった方がいいというか、そんな感じがしますね。確かに。なんか分かりませんけど、なんかそういう気がします。海外だから許されるというか、そんな気もしますよね。これが日本だと許されないっていう、そういうなんか感覚的な感じもなんかあるんですよね。レモンみかんさん、カブくんこんばんは。今日の神奈川県は32度、穏やかに入道雲が出てました。野鳥の鳥とミンミン、ジージー、庭でオニヤンマを1匹見ました。いるじゃん。最近なぜか昆虫の数が少ないけど、1匹がでかくて立派です。なるほど。ヘンリー王子は、王子ではなくて公爵になったそうです。日本からシンガポールに移動をなさいました。ハワイの山火事がやばいです。やばいです。これ日本でも情報入ってますか？スペイン、アンダルシア地方が熱波で44度。インドが人口増加で高級米以外のお米の輸出を停止しました。つられてタイ、ベトナムのお米の値段も上がる、高くなっているようです。アジアの貧困層に影響があるかも。でも最近はアジアも発展をしてお金持ちになっているから大丈夫かな。黒海の小麦の輸出も滞っているとかで、アフリカの食料にも影響しているのかも。中国が人民の海外旅行を解禁をしました。日本には以前みたいに中国からの旅行客はあまり来ないのではと言われています。今日は鎌倉市の七里ヶ浜であってかな、七里ヶ浜のおじのところへ用事で行ってきました。湘南の海辺は日差しが強いわ、暑いわ。観光客も少なめでした。なるほどですね。はい、ということで、めっちゃ暑くなってるということなんですが、ハワイがやばいことになってますね。はい、ベルギーの情報ですと、30人以上の方が亡くなってるみたいな情報入ってるんですけども、これは本当でしょうかね？ちょっと、本当なのかな？そして、スペインでやっぱり熱波ですかね？実は今日もベルギー後で紹介するんですが、気温が上がってきてるんですよ。熱波の一部が、熱波の端がですね、ベルギーにかかり始めています。で、この熱波はマジでやばいですよ、スペインね。で、ヨーロッパ、これから夏が来ます。はい、マイク・バーティラさん、カブ君こんばんは。大阪に帰省中です。今日8月9日はハグの日です。日本のスケーターでハグといえば誰を思い浮かべますか？りくりゅうですかね、僕は。りくりゅうを、でもキスクラなんかでもね、ハグとかしてますよね。僕はりくりゅうのハグが一番思い浮かぶかなって思いますね。
サラクレさん、ベルギーでは製品トラブルについてあまり気にしない方が多いのですね。確かに、手続きは手間がかかるんで、それをやりたくないというのはわかります。日本の場合はきちんと消費者が無事に、消費するもしくは、サービスが終わるまで、販売者の責任は終わらないという考え方があるため、消費中に何か不都合があれば、適切に対応しないといけないという意識が強く働いていることが多い特徴があります。その時の対応が不適切な場合、その会社の製品が売れなくなることはもちろんですが、それだけにとどまらず、詐欺扱いをされて、消費者庁や厚生労働省などの省庁にもクレームがいって、行政指導が入る可能性がありそうになると、さらに面倒なことになるために、そんなんないようにするために、お客さんからのクレームが入っていた時点で、きちんと対応することが多いですね。うん、こういうところも、日本の国民の意識が、違いが出ていますね。うん、では日本の場合はですね、お客さん神様なんですよ。うん、これ本当よく言われますよね。お客さん神様でおもてなしですので、日本の場合は多分そうじゃないといけない気がするんですよね、おそらくね。ただ海外は本当にね、お客さん神様じゃないんですよね。で、まあ、やっぱレストランとか行っても、まあ、店員の感じ悪いなんていうのはザラだし、ね、感じ悪いっていうのは本当にあるんですよ。まあ、それから、本当に手を挙げても来るっていうのはない、すぐ来るわけでもないし、会計すら来ないことありますからね。なので、まあ、結構、まあ、お客さんが神様になってない部分が結構やっぱあるんですけども、日本の場合は、本当に神様ですよ。本当に。うん。そういうふうに僕は感じるので。うん。だから、逆に、感じの悪いお店っていうのはすごい目立つんですよ。日本の場合って。うん。ね、なので、まあ、結構恵まれてるとは思うんですけど、感じ悪いと逆にね、うん。そう、なんかあるかなって思いますよね。だって、なんか、昔なんか、居酒屋さんかなんか、鍋屋さんかちょっと忘れましたけど、なんか、ヤクザっぽいと言いますかね。なんか人が、なんか、感じ悪いとか、なんか、なんだっけ、お雑煮をなんかできなくて、なんか殺されてしまったっていう事件がありましたよね。うん。ああいうのを聞くと、やっぱりお客さんの立場って高いんだなってちょっと思っちゃいますね。もうこっちはもう本当に、そういったお客さんがいたら、もうしか、本当にもう追い出されると思いますよ。うん。本当に追い出されるし、うん、というのがあるので、多分ね、そういったところがあるのかなって思うんですよね。うん。ちょっと何が言いたいのかちょっとよく分かんなかったんですけども、うん、とにかくね、本当にね、恵まれてますよ、本当に。うん、ゆうなやさん、かばさんまた出かけるんですね。いいですね。私も電車に落書きしてみたいですね。なるほど。思いっきり塗りつぶしてみたいですね。かばさん、やってみたいですか？あ、やってみたくないですか？あと、聖母マリアは、キリストのお母さんですよ。うん、カトリックで呼ばれるそうですよ、ということですね。うん、そう、だからなんか聖母マリア様ってなんかね、ちょっとコメントにあったんですが、いまいちちょっとよくわからなかったんですけどね。うん。はい。落書きについては、まあそんなにはしたくはないかな。まあ、あんまりうまくないんで、うん。なんか、雲とかカタツムリの絵描くならいいんですけど、なんかあんまりする必要ないですね。うん。ってな感じです。